WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、チャンピオンテーパリットゴーキャットジム対チャレンジャー10位ナシロロボーの一戦をお伝えしています。第4ラウンドはまたチャンピオンに対するいわゆるこうナシロ、はい、このプレッシャーですか。はい、はい、映画にプレッシャー与えてると思います、ね。はい、ですから何かこうチャンピオンサイドがこうじれるような展開にこの後中盤も持っていきたいですよね。はい、今だんだんそうなっていってますね。はい、この衣装はカレンダーラスオ選手の2人によるタコでございます。さあ第5ラウンドのゴングが鳴りました。黄色に赤の模様、このトランクスがチャンピオンのテーパリットゴーキャットジム、そして黒のトランクス、金のラメが入っています、チャレンジャーの那城信夫。さあじわじわと第4ラウンドはチャンピオンにプレッシャーをかけました。この那城第5ラウンド中盤に入っています。どう展開していくんでしょうか。さあ自分の距離からなんとか中間距離に詰めていきたい那城です。チャンピオンの方もなかなか自分のパンチ当たらないし、はい、今の左目のカットでだいぶちょっと焦りが出てるんじゃないですかね。左目のカットは那城のヒッティングでのカットという発表がありました、うん、このまま傷口が開いたら、はい、一応自然とTKO勝ちになるんでね、はい、ですからそのあたりも若干こうチャンピオンサイドとしては気にする展開になってくるわけですよね、はい、さあそういった意味では第5ラウンド那城が自分の調子を持っていけるか、いい形で那城が左です。まあ、徳山さんがおっしゃっていた左、いい形で今使ってきます。そうですね、はい、とにかく勝てば3度目の王者、これは5人目ということになりますが、30代でのチャンピオン復帰もこれまた5人目ということになります。さあまた自分の距離に、中間距離に詰めていきたい那城。なかなか自分のこうねパンチが当たらないという表情を見せています、チャンピオンのテーパリットゴーキャットジム23歳、ムエタイからの転向、2008年のデビューです。那城選手も左、ね、軽くでもが当てたらもっと自分のリズムが出るんでね、はい、もっともっと左行きたいですね、はい、そうですよ、今みたいな感じで当たらんでもいいんでね、はい、左をどんどん出していったら自然といいリズムが生まれると思います。まあ、その中では徹底的にそのいわゆるスパーリングや練習の中で、今回はフィジカルよりもとにかくボクシングに残り1ヶ月は専念したんだという那城。さあ 第5ラウンドもあと1本を切っています。やはりこう左を作った形で使った形で右を打っていきたい、チャンピオンの左。那城先生左はよく出るようになったので今度また今度ボディを忘れてきちゃってるから、はい、うん、左とボディその繰り返しですよね。そうですね、序盤はそれで、はい、我慢のボクシングだと思います、はい、さあ第5ラウンド残りあと30秒です。とにかく那城の場合左をしっかり出して、そしてあとはボディという、チャンピオンのボディは苦手にしています。そのあたりを詰めていけるか、しっかりとこのリング広く使っている那城、最後にプレッシャーをかけていきます。さあ残りあとにほとんど時間がありません。第5ラウンドです。第5ラウンド左も使って、あとは相手にどうボディ構成を見せるのか那城。第5ラウンド終了です。さあテーパリットも中盤から構成にかかるんですが、やはりこう過去に試合で見せたような連打がまだありませんね。そうですね。さあ第6ラウンドです。チャンピオンのテーパリットはリーチを生かしたジャブが持ち味、一方那城とにかく驚異的なパンチ、スタミナがあります。ですからどこまであと中盤はボディーブロー、これを効かせることができるかというところです。上田さん、はい、さらにですね、はい、力はいらないので、うん、軽くでもいいので、はい、今度は速いワンツーを入れていこう、そう話されています。今のセコンドサイド指示、これどうですか。そう、だから要するに、まあ、軽くでもパンチを当てたら、はい、自然といいリズムが生まれるってことじゃないですかね、はい、まあ、それは本当その通りだと思います、ね。はい、序盤のいわゆるプレスをかけていく、プレッシャーを与えていくところから、今度はワンツーを多用してしっかりとこうヒットさせていこうという那城陣営です。枝川会長、そして竹市トレーナーです。とにかく拳一本でボクシング界
10年を生きてきました梨野信夫です。あの挑発した時のような余裕の表情がなくなってきましたチャンピオンサイドです。さあ、あとはしっかりワンツーを使ってあのチャンピオンをヒットさせていきたい梨野信夫です。なかなかこう梨野に当たらないですねチャンピオンサイドの方は。そうですね、チャンピオンの方はね、あでもあれ、はい、結構、ね、強い左を持ってるんですね、はい、チャンピオンの方は。そういうのを一発気をつけたいですね。思いっきりのある左フックもあります。そして右ストレート、そしてなかなかこう出どころが見えないというこのチャンピオンのパンチです。大きなモーションではなくていきなりスッと入ってきますからね。そうですね、体ごと突っ込んでくる感じなのによく見ていると思います。はい、さあ第6ラウンドもあと残り1分10秒を切っています。向こうサイドがチャレンジャーの梨野、左サイドチャンピオンの方はね、はい、あれって離れた時から足の力でジャンプを打ってるんですよ、はい、だから見た目以上に結構効くんですね。ガツンっていうジャンプ、はい、うん、腕の力よりも足の力で打ててもそういうことだと思います、はい、身長の方では梨野が 2.1 センチ勝っているんですがリーチは 4.8 センチチャンピオンが勝っています、うん、身長は低くてもチャンピオンがリーチ長いんですよ。そうですね、まあ、世界戦とかだったらよくあることなんですけど、はいはい、うん、まあ、リーチさんなんてあんまり気にしないで大丈夫です。そうですか、はいはい、さあ残り30秒を切っています。確かにその予備検診の前まではリーチがちょっとこう気になるという話していた梨野サイドなんですが、実際の 4.8 センチという部分もあまりこうリーチは気にしなくなったんだという話もしていました、うんうんうん、さあ残り15秒です。第6ラウンド梨野の左しっかりワンツーをしたい梨野サイド。第6ラウンドももうほとんど時間がありません。今第6ラウンド終了のゴングが鳴っています。青コーナー梨野信夫3度目の世界を目指します。今こう徳山さんの中からこう足を使ってそして来るパンチというのはこう思った以上にこう威力があるんだという話がありましたけれども、はい、やはり梨野サイドとしてもやはりこう自分の距離ですけれどもやっぱりこうこのあたり亀田大輝選手ですね、次のこういわゆる勝者との対戦アピールということでしょうか。12ラウンドで行われます WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ第7ラウンド中盤です。序盤はしっかりとこうプレッシャーをかけてきた梨野、そして中盤です。陣営からはワンツーというワンツーを多用という声も上がっているんですけれども、さあ一方のチャンピオンもしっかりと足を使って自分の距離で攻めてきています。宮下さん、はい、梨野サイドなんですが、はい、表情を見てみますと、はい、ここまではもう計画通りというような雰囲気漂ってますね。谷、はい、アナウンサーのリポートでした。まあ、当然巷ではねどちらかが KO というのはよく言われますけれども、当然陣営12ラウンドありますんで、はい、そのあたりのこう計画といいますかね、しっかりとこう仕上げてきていると思うんですけれども、はい、まあ、1ポイントでも勝った方がね、はい、チャンピオンなんで、はい、うん、やっぱあのチャンピオンはやっぱ引き出しが多いですね、はい、うん、まあ、パンチ見てても多彩だし、はい、うん、今その差がちょっと出ちゃってる感じですね、はい、ディフェンスも何気にうまいし、はい、うん、攻略しづらいチャンピオンですね、はい、とにかく今日本人に連勝中、はい、日本人キラー3度目の防衛戦もこれ日本アウェーですからね、うん、優しくて日本人は大好きだと語ったこのチャンピオンです。夢は大きく、ボクシング殿堂と複数階級制覇、攻略できそうで、はい、うん、できないチャンピオンというのは、はい、ほら相手に日本の挑戦者が呼びやすいんですよね。こいつだったら攻略できるかもしれないって感じで呼んで、はい、それの代表だったらムニョスって言ったんですけど、はいはいはい、まあ、ムニョスもね隙がありそうでなかなか隙がないって感じで、はい、なかなか日本人選手が対戦しづらい。ムニョスなんて防衛戦ほとんど日本人ちゃうから、はい、さあそういったところでは梨野の方はとにかく KO を狙っていきたいところです。さあこのジャンプも隙が多そうで隙がないですからね、はい、意外とディフェンスも上手だし、はい、意外と足も使えるしって感じで、ファイターもできるしアウトもできるし、はい、って感じですね。なかなか
やらしいボクシングですね。ですから確かにこうメキシコのボクサーといいこのタイのボクサーといいそういう部分ではいろんな先ほど徳山さんおっしゃったみたいにこう引き出しがあると、うん、はい、さあ残りあと第7ラウンドも那城選手がねちょっともうゴテゴテになっちゃってきてますね、はい、うん、まあ、ですからこの第7ラウンドをこう少しこうしのいで8ラウンド以降こうまた自分のペース戻していかなければいけません。そうですね、那城選手のボクシングのいいところと先手先手先手で行くところなのに今ちょっとそれがやっても全部パンチを空を切っちゃうし、はい、うん、ちょっと何をしたらいいか分からなくなっちゃってると思うんですよ本人が、はい、でもセコンドが、ね、しっかり指示をしてあげて、はいはい、ちょっと那城選手の負担を軽くしてあげたいですね。さあ第7ラウンドが終了しました。那城第8ラウンド以降どう立て直してくるんでしょうか。この第7ラウンドなんですけれども徳山さんの見立てとしてはいわゆるこうチャンピオンが中盤になってその力をこうしっかりこう見せたラウンドと。そうですね、引き出しの多さを発揮していってる感じですね、はい、さあ第8ラウンド地元大阪住吉スポーツセンター大きな拍手です。武藤ジムのお膝元大阪住吉で初めての世界戦になります。豊富なスタミナですからこう那城の良さ徳山さんもおっしゃったようにまあとにかくここはもう第7ラウンドのところからこう踏まえてこうガッとこう行ってみたいですよね。そうですね、白木さん、はい、那城陣営なんですけども、はい、今日一番厳しい表情で宇田川会長が額と額を合わせて指示を送っていました、はい、その内容はやはりもうちょっとボディを使おうという内容でしたね。確かに、左を序盤使ってその後しっかりボディも決めてきたんですけれども中盤ぐらいからこう左であったりこうボディであったりというのが止まりましたよね。そうですね、でこれ止めさせたのはチャンピオンです、はい、那城がそうするといわゆる左やボディっていうのをこう仕掛けていけないようなチャンピオン左打とうとしたら相手の左の方がカウンターで飛んできて、はい、うん、それで左が止まっちゃうしボディ行こうとしたら今度上で合わされちゃうしって感じで、はい、うん、でもボディっていうのはある程度距離が縮まらないと打てないんでね、はい、那城選手の 前身が止まってるっていうことなんですね。はい、まあ、那城選手の最大の武器ってはこの前身なんでね、はい、前身を止めないで愚直に前に行くことだと思います、はい、その愚直に前に行くというスタイルもちろんこれはこう那城のボクシングにとっては表裏一体というところなんですけれども過去相手をこう世界戦で破ってきたのもこの前身前身でした。今ね下から上ばっかりなんで、はい、上から下とかも狙ってみたいですね、はい、しっかりステップを使って那城また自分の蹴りに詰めてボディーさせていただきたいところです。そこで止まらないでね、はいはい、3つ目4つ目欲しいところですね。過去の中でやはりこう一瞬こう止まってしまうところがあるんですよね。ボディーのいいところでボディー打った瞬間相手が一瞬止まるんでね、はい、その後が大事なんですね、はい、だから上下上であったり下上下上、はい、下って結局上に当てるための伏線だと思ってるんで、はい、僕はね、うん、第8ラウンド残り50秒を切っています。ですからなんとかそのあたりこうボディを打ってしかもすぐ右で行きたいという那城なんですけれどもその隙間を狙われてしまいます。さあ第8ラウンドも残りあと30秒というところまで迫ってきました。このボディ下から上返したら当たるんでね、はい、上下上で、はい、行ってほしいです。しっかり返してほしい那城の棒。とにかく負ければ引退背水の陣で臨んでいます。さあ残りあと10秒を切りました。第8ラウンドです。那城今那城の方も小さくガッツポーズをしました。第8ラウンドが終了。さあいよいよ勝負は終盤です。那城選手もいい感じでプレッシャーかけてるんでね、はい、この終盤から終盤全部をかけたいですね、はい、残り4ラウンド。